everyone, welcome to my channel. It's Sally here. こんにちは、エリーです。今回の動画は、3歳半になった長女ヘイリーの発達についてお話ししたいと思います。まあ、ずっと動画を見てくださっている方はご存知だと思うんですけど、ヘイリーは発達に遅れがあって、歩き出すのも遅かったですし、言葉を発するようになるのも遅くって、言葉に遅れがずっとあったので、ずっとね、心配で、2歳ぐらいに1回、検査をして、発達障害の検査をして、見てもらったんですけど、その時は、障害の可能性は低いっていうことを言われていて、ただその後もなんか私の中で、ちょっとモヤモヤする部分があって、もしかしたらもしかしたらってずっと思ってきていて、結構グレーゾーンで、いたんですね。で、まあ、3歳になったらまた分かることもあるかもしれないし、3歳になってしっかりともう一回検査を受けたいなと思っていて、で、実は最近その発達障害専門センター、まあ、自閉症を主に扱っているセンターなんですけど、そちらでたまたま予約をねしてたんですけど、予約もすごい先まで埋まっていて、キャンセル待ちをさせてもらっていて、たまたまキャンセルが出て検査を早く受けられることができたので検査を受けてきました。で、今回はその検査結果と、検査に至るまでどうして検査を受けようと思ったかっていう経緯を最初にお話しして、検査結果と、あとは検査の内容、どういう感じで検査をしたかっていう、きっともしかしたら日本とアメリカでもそのなんかやり方とか違うかもしれないので、少しでもちょっとシェアをできたらいいなと思ってお話ししていこうと思います。で、動画がかなり長くなってしまうかと思うんですけど、よかったら最後まで見ていただけたら嬉しいです。では、まずその発達障害の検査を受けようと思ったまでの経緯なんですけど、先ほどお話しした通り、ずっと私の動画を見てくださっている方はお分かりだと思うんですけど、ヘイリーはずっと発達の遅れがあって、ちょうど1歳半でね、子供ってあるもう1歳ぐらいで歩き出したりとか、1歳半で言葉が出だしてっていう時期で、成長が目まぐるしい時に、ヘイリーは1歳半まで歩かなかったんですね。で、1歳は大丈夫。ちょっとね、成長遅いんだろうな、ぐらいで、そのね、成長が早い子も遅い子もいるし、大丈夫って思っていたんですけど、1歳半になって、その1週間前かな、ぐらいに歩き出して、やっぱりそこまで歩かなかったので、ちょっと親っていう心配はあったんですね。で、1歳半で言葉も出ていなかったので、動画で私が上げていった中でね、よく皆様からコメントをいただいて、1歳半でまだ歩かないんですかとか、まだ喋らないんですかとか、何かおかしいですよとか、よくね、自閉症な可能性あると思いますとか、すごい数いただいたんですね。で、その時はまだ1歳半なのにっていう、ちょっと、私も初めての子育てで何にも知らなくって、障害のことについても知らなかったですし、どういうことが普通って、普通のこの基準があっても、なんかその基準は基準で、やっぱり子供って100人いたら100通りの成長があるから、この子はその中でもやっぱり遅い方なんだろうな、ぐらいで思っていたんですけど、やっぱり周りの方にそうやって自閉症じゃない、障害じゃないって言われた時に、あ、もしかしてそうなのかなって、で、自分の中でもやっぱり何か違う、何かおかしいのかもって思っていたので、やっぱり信じたい、まだ大丈夫だよ、大丈夫だよって信じたい自分と、でもやっぱり障害があるのかもしれないっていう自分と、すごくね、本当にアップアンドダウンがあって、すごく悩まされた時期でした。で、1歳半の時の、検診で、ね、ヘリの、専門担当のドクターに、心配ですっていうことは伝えていて、言葉がまだ出なくてっていうことを言ってたんですけど、ちょっと2歳まで様子を見ましょうと言われて、それもバイリンガルであるのと、あとはその成長が遅い子もいるので、2歳で検査を受けましょうっていうことになりました。で、2歳の時の検診の結果は、言葉に遅れはあるけれども、障害の可能性は低いっていうことを言われたんですね。きっとバイリンガルだからだよっていうことを言われていたんですけど、で、私もね、あ、そうか、バイリンガルだし、言葉遅いのもよくあることって聞くし、と思って、ちょっとそこで安心させられて、そうか、大丈夫かなって思っていて、でも、もし心配なら、セラピーを受けてみるっていうことを、セラピストさんに言っていただいて、アメリカではね、3歳以下の子供は、ただで療育センターでセラピーを、何かもう発達の心配がある方
は子どもたちが受けられるサービスがあるので、それに受けてみるっていうことで、それも診断の結果によってこうレッスンが違かったり週何回とかも違うんですけど、ヘイリーの場合は障害の可能性は低いっていうことを診断されていて、まあ言葉に遅れがあるから、まあ、スピーチセラピーを週1回やりましょうって。でもそれは社交性をつけるためにグループでこう5、6人でお友達じゃないや他の子どもたちと受けるセラピーを受け出しました。それが2歳からスタートして、まあ3歳最近までやっていたんですけど、で、まあ、その2歳から3歳の間でね、やっぱりセラピーを受けながらだいぶ慣れてはきていたんですけど、まあ、セラピーを受けている姿を見てもやっぱりちょっと内気なんですよね、性格が。で、社交性に欠けるというか、ちょっと対人関係というか、その、なんていうんだ、コミュニケーション力がなかったりとかしていて、これは大丈夫なのかなって、それはヘイリーの生まれと思った気質なのか、または何かが問題があるのかっていうのを思い出したりとか、あとは言葉もなかなか2歳半まではなかなか、まあ、がっつりとは出てこなかったので、そこもすごく心配だったのと、2歳半でプレスクールに行き出してから割とやっと慣れてきて、この子供たちにこう刺激を受けて、周りの子供たちに刺激を受けて言葉が出るようになったり、こうね、他の子と遊べるようになってはきていたんですけど、すごく時間がかかるタイプだったので、それもすごく心配だったのと、で3歳ぐらいまでは本当にイヤイヤ期っていうイヤイヤ期もなんかあんまりなかったんですよね。多分本当になんか軽いイヤイヤ期が少しあったぐらいで、今考えるとなんか他の方のイヤイヤ期を見ると、あ、うちはイヤイヤ期そんななかったのかなみたいなぐらいで、で聞き分けもこう言葉を理解しだしてからすごく聞き分けも良くなってきていて、私たちの言うことを理解しているようになってましたし、もちろんね癇癪を起こしてる時もあったんですけど、手に負えない癇癪っていうのもなんか何で泣いてるのみたいなのもあんまりなくって、で割とこうなんだろう、育てやすい子って言ったらあれですけど、結構おとなしい方だし、育てやすい方だったんですよね。でもそれがもしかしたらこういうすごく内気な性格って何かがあるのかなっていうのも思い出していて、で、まあ、3歳になってちょこちょこね気になることが出てきていて、やっぱり言葉が完全に理解しているわけではなくって、なんだろう、長い文章で私たちが話しかけちゃうと、もう顔がポカーンとしている時があって、こう耳から耳というか出てっていて理解してないなっていう時があったりとか、きっと頭の中でプロセスできてない、こううーんってなっちゃってる、混乱しちゃってるんだろうなっていう瞬間があったりとか、私たちが質問したこととか話しかけたことが理解できない時はオウム返しみたいな言葉をそのまま返してくることも何回かあったりしたんですね。で、まあ、いろいろね、自閉症とか調べて、発達障害について調べてきていたので、オウム返しは自閉症の特徴でもあるっていうことをね、見たことがあったので、もしかしてそうなのかなって思うようになったり、あとはすごくこう、記憶力が3歳になって余計に思うことが、記憶力がものすごくよくて、でそれはすごくいいことであるんですけど、もし何だろう、ちょっと変わっているって言ったらあれですけど、本が大好きで、本をよく読むんですけど、大好きな本は一本丸々暗記していて、なのでそれを読まなくて見なくても、まあ見なくてもっていうか言える、自分一人で言えたりとか、あとはパズルが大好きで、大きいこう60ピースのパズルとかを何回か私たちでやって、その後に一人で黙々と自分でできたりとか、もう 手助けなしに自分で黙々と完成させちゃう。でそのパズルを永遠とやれちゃう、まあずっとやってるってわけではないですけど、こう毎日パズルやるって言ってやって、一人で黙々とやっていたりとか、あとはこう集中力がすごいですよね。でも興味ないものに関しては集中力が一切ないので、なんかこだわりがある性格なので、あ、これはもしかしてって思ってたんですよ。やっぱりなんかね、自閉症の方ですごく記憶力が良くて、こう一つのものに集中力がすごい子がいるっていうのも聞いたことがあったので、もしかしてかなっていう、その思う原因でも
あったんですね。で、まあ3歳になって、なんか3歳になったらそういうグレーゾーンで来ていて、まあもしかしたら障害なのかも、もしかしたらね、普通の個性でその子の性格なのかもってわからない状況のね、方ってたくさんいらっしゃると思うんですけど、まあ、3歳を超えてから結構診断されるケースもすごく多いって聞いていたので、3歳に1回しっかりと受けたいなと思って今回診断してもらうことになりました。で、まあ、前置きが長くなってしまったんですけど、まあ、こうやってしっかり今回発達障害のセンターで、まあ、主に自閉症であるかどうかっていう可能性を検査していただきました。で、検査結果なんですけど、ヘイリーは言語障害であるっていうことを伝えられました。で、自閉症、まあ、ADHD だったり他の障害の可能性は低いっていうことを伝えられました。やっぱり障害だったんだっていう、そのヘイリーの言葉の遅れはただの言葉の遅れではなくて障害だったんだっていうのが分かって安心させられたんですね。内心本当にやっぱりそうだったんだって思って、でもなんかその自閉症の可能性もあると思っていたので、ちょっと疑ってきていたので、あ、違います、あ、低いと、その可能性は低いと思いますって言われた時に、そうなのかなってちょっと信じがたい自分もいたのが内心の、そう、気持ちでした。で、まあ、ヘイリーが自閉症の可能性が低いって判断された理由が、やっぱりアイコンタクトが取れている。で、ヘイリーって名前呼んだらきちんとちゃんと振り向くし、例えば遊んでて集中してる時に呼んでもなんか何とか Yes とか Hi とか、こう言葉を、目を合わせなくても言葉を返したりでできることとか、あとは遊ぶ時にこうごっこ遊びだったりする時にこう一緒になって、私たちそのセラピストさんとか私にこう一緒に遊ぼうっていう、なんて言うんだろう、行動を見せる。例えばクッキングして遊んでてごっこ遊びしていて、はいママパンケーキ食べて、おいしいとか、こうそういうのが好きなので食べてみてとか、そういうのができる。こうあとは新しいおもちゃを見せられた時にこれ遊んでいいみたいな確認をしたりとか、そういうのができるっていうのも言われました。あと人の気持ちが分かるっていうのかな、なんかセラピストさんがテストというか試しでこう、あーって嘘でなんですけど、痛いみたいな、痛いってやったらヘイリーがあーって大丈夫って Are you okay? って言ってちゃんと言えたんですよね。まあよく私にも言ってくれるんですけど、なんかそれがまあできることが、まあ普通は当たり前にできることなので、それができることだったりとか、あとは何かこぼしてしまったとか、何かアクシデントが起きた時にそのセラピストさんがこぼしちゃったって言った後にヘイリーにどうしたらいいって言ったら、ヘイリーがこう服拭いてクリーナーアップとか言って、次はちゃんとしてねとか言って、そういう対処の仕方もできるっていうこともまあごく普通の3歳ですって言われたので、その辺で心配がないのと、あとは自閉症のこう特徴的な行動が見られない、やっぱりシャイはシャイなので、このコミュニケーション、その慣れるまでに時間はかかるけど、それはもう彼女の性格だと思うっていうことを言われたんですね。気質だと思って、そういう子もいればすごいわんぱくで人見知りさえしなくてわーっていう子もいるし、それはもう人それぞれだからっていうことを言われたので、やっぱりそれは違かったのかなと思っていました。で、まあ、その検査もね本当にすごく長くて、こう、トータルで4時間半かかったんですよね。で、最初にまあカウンセリングがあって、私からいろいろ、私がこう質問項目、こう紙に何ができますか、あれができますかとか、何が問題ですかっていうのを私が書いて、でその後にセラピストさんからがそれをもとにいろいろもまたプラスで質問をされて答えていく、そのカウンセリングがあって、それプラスで検査が始まって、ヘイリーと1対1でこう遊びながら会話ができるか、言葉のチェックをしたりとか、あとは行動ジャンプできるかとか、階段登れるかとか、そういうなんか行動のチェックだったりとか、あとはまあなんかペンで書く、こう線を書けますか、丸を書けますかとか、あとは色合わせ、これ
合わせてみてとか、まあ、あと本当に単語のこれはこの単語知ってるかみたいなので、これは何、あれは何、これは赤い何色とか、そういう質問をしたりとか、あとは積み木でセラピストさんが積み木でこう飛行機を作ってみて、これを真似して作ってみてってできるかどうかを、なんか積み木は本当にすごい長いことやってましたね。これできるあれできるとか言って、できるかどうかチェックしていたりとか、うん、やってたりとか、あとパズルもちょっとやってたかな。なんかそういう感じでいろいろチェックしていました。でもそれをやっている姿は私はずっとそばで見てるんですけど、ね、こう長いこと本当に3時間ぐらい遊ばないといけなくて、まあ、休憩を挟みつつだったんですけど、でもそれでもしっかり集中してよく言うこと聞いてやっている姿とか、こう真似してできている姿、その私が遊んだことのないようなこう積み木で飛行機作ってみてとか、これやってみてって言ったらね、真似したりとかできる姿を見ていて、あーできるんだこんなことって思わされたので、なんか私自身もすごい、あこんなこともできたんだっていうのが分かって、その検査で、あやっぱりヘイリーはヘイリーなりにすごく成長してるんだなっていうことを改めて知らされて、思い知らされて、すごくいい機会になったかなと思います。で、まあ、検査結果が言語障害ということを出たので、これからはそのスピーチセラピーっていう、まあ、言語療法ですねを、セラピストさんと1対1で受けるクラスを多分週1回かな受けていく感じだと思うんですけど、アメリカでは先ほどお話しした通り3歳以下のお子さんで発達に問題ある方は療育センターでタダで受けられるんですけど、3歳以上になってしまうとそのサービスがなくなってしまうので、もしかしたら州によっても違うかもしれないんですけど、私の住むサンディエゴでは、その子供が行く予定の学校に連絡をして、その学校でこう3歳からで発達が遅れている子用のセラピーの療育のそういうサービスがあって、で、例えばヘイリーのように言語障害ですとか自閉症ですってこう判明した場合はセラピーをそこで受けられるシステムになっているそうなんですね。で、もしくはそこの学校でなくてもセンターは一応あるんですけど、自分の自己負担、保険によって自己負担が違くなってきていて、そういうセンターに通うんだったら、その保険会社が紹介してくれるセンターだったら、まあ、自己負担少なく通うこともできるっていうことは聞きました。なので、まあ、自分で選ぶ感じですね。多分ヘイリーは学校の方に行く予定です。これから1年ごとに、まあ、来年また1年後に検査を受けて、でどうだか、なんか成長しているのか、どういう段階なのかっていう、またレベルを見ていただいて、でその毎年やっていくそうなんですけど、まあそれで今後どうなっていくかっていう感じですね。こう言葉が遅くて言葉が話せるようになるのも遅いですけど、でもヘイリーなりに成長はしていて、徐々に話せるようになってきてはいるので、そこをしっかり見てあげて、どうできるようになっていくかっていうのを理解してあげたり、できない、じゃあ何ができるんだろうって、得意なこととか、不得意なこと、で得意なことを伸ばしてあげることで、まあ、不得意なことをどうしたら改善できるんだろうっていうのを考えてあげて、理解してあげて、それを全力でサポートしてあげることが私たちにできることかなと思うので、なんかそれはもうきっと子育てっていう枠組みで皆さん同じだなと思うんですよね。こうね、子供にじゃあどれだけのサポートをしてあげられるかが子育てっていうことになってくると思うので、ちょっと今回本当に長くなってしまったんですけど、最後に皆さんにシェアしたいなと思っていたのが、まあ、ヘイリーはこう今までの発達の遅れがあって、歩くのも遅くて言葉も遅くてって、こう何個かね、いろいろこうちょっとこれが発達が遅いなっていうのがちょこ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 あって、でやっぱり検査を受けて、で今こう言語障害ですに至ったんですけど、きっと見てくださっている方の中でお子様がヘイリーのように遅れがあったり、言葉に遅れがあったりとか、まあね、歩かないとか、こう何か遅い、発達が遅いって心配されている方もいらっしゃると思うんですけど、こう言葉が話すのが遅いからイコール障害があるっていうふうには思わないでいただきたいなと思います。 100% そうだとは限らないので、もうそれは本当にケースによりますし、お子さんによりますし、ね、言葉が遅くても普通に障害のない方もいっぱいいらっしゃるので、もうそれは本当に
それぞれなので、こうヘイリーの場合は言語障害であることが分かったんですけど、それも本当にグレーでずっと来て分かるまですごく時間かかって、やっぱりこう白き黒をねはっきりするにはそんな簡単なことじゃないんですよね。やっぱりそれは成長を見ていかないと分からないところでもあるので、ヘイリーも今後どうなるかもね分かりかねるので、なんかそれはこう本当にお子さんをこう見守ってあげて信じてあげて、で親にしかそれはできないですし、子供には親しかいないので、私たち親がこう信じてあげる、見守ってあげる、でそばできちんとサポートしてあげることが私たちにできることだと思うので、そこだけは変わらずね、なんだろう、まあ、愛しい我が子なので、信じてあげることも大切かなと思います。でももちろん、不安だったらこう専門家に見ていただくのが一番だと思います。私も改めて見ていただいて本当に良かったと思いますし、早い段階からこうドクターに相談をして、やっぱり相談するっていうのもすごく勇気がいることなんですけど、そこでなんか自分だけじゃないんだっていうのが分かったり、例えば私のまた話が長くなっちゃうんですけど、私のこの家のコミュニティ内でも自閉症のお子さんを持つ方とか、言語障害がある方も、知ってる限りで 4,5 人いるんですよ、このお家の近所で。でそれを聞いてすごく安心させられて、自分だけじゃないんだなっていうのが分かって、私自身励まされていろいろアドバイスもらったり、どうしてるっていうのを聞いたりとかしていて、私自身も YouTuber として情報だったりね、いろいろこう子育てについてシェアしてきているので、そのヘイリーの障害についても皆さんにシェアして、何かの誰かのためになったりとか、共感していただけたりとか、なんか誰かの相談に乗れるような存在であったらいいなっていうのをもう特に最近思うようになったので、これからもなのでヘイリーの成長だったり、言語障害についてだったりをいろいろシェアしていけたらなと思っているので、ね、なんか皆様にも私のようにこう自分だけじゃないんだよっていうのを思っていただけたら嬉しいなと思っています。で、インスタグラムの方で発達障害の検査を受けましたっていうストーリーを上げた時に、たくさんの方から実は私の子供も受けましたとか、ちょうど今日診断結果が出ましたとか、私の子供もセラピー受けてますとか、本当にたくさんの方からメッセージをいただいて、本当に励まされました。同じ思いをされている、同じ経験をされているママさんがたくさんいらっしゃるんだっていうことを改めて感じて、本当に心強かったです。すごく嬉しかったです。皆さん、メッセージ本当にありがとうございました。これからね、一緒に皆さん子育て頑張っていきましょう。どんなことがあっても、可愛い我が子には変わりないですし、ね、愛情さえあれば、大丈夫って思ってるので、どんなね子育てってアップダウンがあっても愛情があればとにかなるって思っているので、という感じで今回の動画だいぶ長くなってしまったんですけど、お付き合いありがとうございました。もう外が暗くなってきてしまってだいぶ長く話してしまったんですけど、今回こうやってヘイリーの発達の遅れをしっかり検査していただいて、言語障害であるっていうことが判明して、ずっと動画でヘイリーが生まれた時から、妊娠の時からヘイリーのことをシェアしてきていたので、今回もきちんとこの障害があるっていうことを皆さんにお伝えして、今後またヘイリーの成長を見守っていただけたら嬉しいなと思って動画を撮ってみました。私たちの日々の生活はインスタグラムの方でたくさんシェアしているので、まだフォローされていない方はぜひフォローの方お願いします。ではまた次回の動画で See you next time! バイバイ!